リー、車って寝たの？身の虫みたいになってる。うん？かぶり切っちゃうんだって。リー。うん。リーが。ドゥドゥーン。キャー。よし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 。あー痩せちゃったな。またじゃあご飯作るかな。匂いする。リナ、あ、食ってるよ。食ってる。行くの？真っ暗なのに？真っ暗だよ。行ってらっしゃい。レイラ、レイラ、今日調子良さそうだね。ん？今日調子いい。ん？夜一回しかおげなかったじゃん。うん、いくちゃんだね、レイラ。では、俺ご飯作ります。ユーモア溢れる言葉に会場は笑いに包まれていました。さて、GoTo トラベルに東京発着の旅行額を上がって初の週末、各地は旅行客でにぎわいを見せていました。一方で、段階だという久保、移籍してからおよそ2ヶ月、さらなる成長に期待です。さあ、そして日本国内では歴史的な実戦デビューを迎えた選手がいました。それが長里優希、33歳、2011年、なでしこジャパン初のワールドカップ優勝に貢献。で何じゃ、まなんか尻尾がさ、な何この毛布、買ってもらった。うるさい。ちょっとレイラ、なんかハイカラだね。うん、レイ、あったかくて出てきたんだ、レイラ。レイラ、うん。湯たんぽしてまったの。今日あったかいじゃん。ちょ、うるさい。レイ、うん。レイ、おしっこ行く？うん？おしっこ行く？行くべ行くべ。ご飯。
誰？レイラ？ガリガリだ。ねえ。頑張って体力つけんなのよ。レイ。な。エレン君。おやすみ。やっと布団の方に来たね。レイラエレンバーあー、いくちゃんいくちゃん、よしよしよし、今日は機嫌いいんだ。エレンレイラレイエレンレイ、はあ、レイだレイだ、おお今日機嫌いいね、おお、よしよし、おお、レイラー、市内146の地域のうち9つの地域で必要不可欠な事業所以外は7日から再び営業を停止する考えを明らかにしました。どうかな今日は、食わねえな、はぁ、食うね、へへへ、いや、こういうの何点かだね。ねリーダー、そして日本ではベテランの鳥谷選手らプロ野球千葉ロッテで新たに11人の集団感染が判明しました。全員が外出禁止のルールを守っていたということです。テレビ消そうかな、な、ねんねすぶな、ねんねすべな、明日早いんだ、何時に起きようかな、6、5、4、3時半くらいか、よし、寝ねすべ、いいから、近くで行きたいからな、はい、寝ねするよ、おやちゅみね、おやちゅみ電気消します。